今回は秋の火災予防運動について伺います。スタジオには消防本部予防課の伊海健太郎さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。伊海さん、秋になって空気が乾燥する季節になってきましたが、火事には気をつけなければいけない時期ですよね。はい、そうですね。秋から冬にかけての季節は例年火災の発生件数が多くなってくる季節ですね。ところで119番の日というのが定められてるんですが、いつかご存知ですか？119番の日ですか？いつなんですか？はい、119の通報番号にちなんで11月9日が119番の日となっています。消防ではこの11月9日から1週間、火災予防の普及啓発のために全国一斉に周期全国火災予防運動を実施しています。そうなんですね。期間中は具体的にどのようなことを行っているんですか？はい、藤沢市消防本部では火災予防キャンペーンをはじめとして小中学生から募集した防火ポスターを藤沢駅北口の市民ギャラリーに展示するなど、さまざまな行事やイベントを予定しております。その中でこれらの3つの習慣と4つの対策を重点的に訴えていきたいと思っています。どれも一度は聞いたことがあるようなことですが、これらのことを徹底することが大事なんですね。そうですね。対策の一番上にあります住宅用火災警報器なんですが、設置するとどのような効果があるのでしょうか？はい、火災というのはまず煙が上がり、小さい炎が徐々に大きくなり被害が拡大します。住宅用火災警報器は発煙の段階で音が鳴るなどして知らせてくれますので、被害の拡大を防いだり寝ている時の逃げ遅れを防止したりする効果があります。市内でも住宅用火災警報器を設置していたことで火災を防いだり小さい火のうちに消せたりしたという事例が何件もあります。昨年6月に設置が義務化されているため、設置していない方は早急に設置していただき、また設置済みの方には定期的に点検ボタンを押して作動確認するなど適切な維持管理をお願いしたいと思います。とても重要なものなんですね。はい、火災を未然に防ぐことが第一優先ということなんですね。はい、さて先ほどお話にもありました火災予防キャンペーンなんですが、いつ行われるのでしょうか？はい、火災予防週間に先駆けて11月8日の木曜日11時30分から12時30分までミスターマックス湘南藤沢ショッピングセンターのセンターコートにて行います。この日は元モーニング娘。の新垣梨沙さんに一日消防長、湘南江ノ島海の女王に一日消防署長をお願いしまして啓発活動を行っていただきます。その他にもミニ消防車の展示や消防音楽隊の演奏がありますので、ぜひ皆様にお越しいただきたいと思います。はい、これから火災の起こりやすい季節です。まずは7つのポイントを再確認して火災を未然に防ぎましょう。では最後に伊海さんから全国統一防火標語をお願いします。はい、今年度の全国統一防火標語は消すまでは出ない、行かない、離れないです。この標語を合言葉に火災予防に努めましょう。